さあ、それでは続きをやっていきましょう。ついに完成でございますね。ちゃっちゃかちゃっとやっていっちゃうよ。ちゃっちゃかちゃっとやっていっちゃうよ。あ、しまった、これをつけるのを忘れてた、後で隠れてやっときますとか言っておきながら、これね、裏塗ってないんだよね。バレちゃったじゃんか。あ、飛んでった。これをね、つけてなかったから、つけなくちゃ。これだけついてるだけなんて。カーボンって言ったってさ、ようこんなんでつくなって思うね。このね、すごいスピードで走るのにさ、ようこんなんでさ外れねえなって思う。まあだから接触するだけでもうボロってなっちゃうんだよね多分。風にはなんとか耐えれるけどか、接触にはイチコロでやられてしまう。まあしょうがないね。よし、これで OK かな。よーし、くっついた。OK、 ある程度くっつけば問題ない。ちょっとでもちょっとね、ちょっと寝かせよう。で、こいつですね、これをここにカチッ、ここにカチッ。何このバッチリ、ここでバッチリなわけ、何これ、ここはバッチリなんだ、すごくバッチリなんですけど。あ、これでもちょっとあれだな、流し込めない箇所があるから、これでいきましょうかね。ここの部分がね、ちょっと流し込めないので、ここちょっと塗っておこう。あとは流し込める。あー、匂いが、さっきちょっと頭痛くてね、気持ち悪くまでなっちゃってね、ちょっと今タミヤのセメントの匂いきつかったな。はい、見えない、見えない。ついたのか、ついたのか、見えない。よし、 OK、 これで多分大丈夫でしょう。で、これになおかつこれがつくんだよね。どうやってつけろっていうの、うまいことやらないとつけれないな。こっち側にしてですね、ピンセッツにお願いするか。反対向きだね。え、向きじゃない、はい、はい。あ、これさ、カウルつける前にやらないといけなかったんだ。できる？入る？入った。そう、なんか、ね、頭痛くなりすぎて気持ち悪くなってきてね、ちょっと横になってたんだよね。どうしたら良くなった？さ、安いマッサージ機ってあるじゃない、腰に当てるだけのやつがあって、いくらぐらいだったかな、5000円ぐらい、ずいぶん前に買って、椅子に置いたりして使うみたいなんだけどね。それ買ってさ、それすごい活躍しててね、いいんだ。まあ腰用って言いながらも、なんだかんだこうタオルとか巻いたりして足の裏やったりとかして気持ちよくて、あともう何、首とかにもやっちゃってて、腰用なんだけどね。なんか玉が2つ入ってるみたいな、なんかロール状になんか3つぐらい入ったやつが片方についてて、それがぐるぐる回るみたいな感じになってんだけど、めっちゃ気持ちよくてね。それでなんかこうベッドで横になりながら、そうね、肩に当てたりとかすると良い。
頭痛薬飲んでそれやってたら復活して。でもやっぱりちょっと今あれだな、こういう匂いを嗅いたりするとちょっとクラッとくるな。これどういう向きでつけるの？あ、これ案内消しちゃったんだ俺もしかして。うわ、やらかしたね、やらかしましたね。こういう向きだな、つけるとしたら。あー、なるほど、やらかしたね俺。感じでつけるみたいだね。確かになんかこの辺になんかあったんだよ、そういえば消しちゃったよ。どうやってつけようかな。本当にあと今日完成するのかって感じになっちゃうな、こんなうだうだやっとったら。急げ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 。手が震えるよ。もう絶対 F1 作らない、もうちょっと当分の間。たまにねリクエストいただくんですよね、鍋さん F1 作らないんですかつって言ってね、作れないんですよね。違うんですよ、作れないんですよ。ね、世界に向けて鍋さんは F1 が作れないことをアピール。なんとかなったね、いいね、よしよしよし。こんな感じで右に習えて左側も行きますか。真剣真剣。ああ、指をどう置いて固定しようか。こうかな。ねえ、滑った。ああ、ちょ、怖い。で、こんなんでいいのかな。ちょっと今ついたか。よし、これでいいでしょう。いいかな。オッケー。なんかここ大丈夫か。汚れだった。よしよし。うわー、難しいわこれは。で、今度こそフロントをつけますよと。フロントを持ち上げるだけでなんかちょっと怖いな。もう結構しっかり固まってるからいいと思うんだけど。で、これをここに。はまらないよっつってね。縮めすぎたか。位置関係が分かんなかったから、ちゃんとやっとけばよかったな。
よし、入った。お、入った入った。よし、これで。よし、OK。ちょっといいかな。いい、大丈夫、いい。ようこんだけしかくっついてなくてさ、吹っ飛んでいかないよねこれね。あ、ちゃんと地面から浮いてるね。なんか気持ち斜めってんだけどな。気持ち斜めってる。でもあんまり触らん方がいいな、怖いな。もういいんすよ、鍋さんに不安作れないっていうことで。もうなんか形にするだけでも、一応ね完成でお立ち台乗せてやるけど、10インチにつき1メートル離れて見てください20インチなら2メートル。よしよしよし、大丈夫。大きいテレビの人いるからね。50インチだったら55メートルも離れんとか、それなら見れるかもしれない。で、次はアンテナを立てておしまいですね。あとミラーもあったね。アンテナ最後にするか。ミラー、そうそうそう、ミラーパーツ、サイドミラーもね。あ、今触っちゃった、大丈夫、いい。サイドミラーをねやってなかったね。これ1、2一緒だろう。工房暑いな。これも姫様でつけますかね。おへそ。よいしょ。デコプリンセスとかこういった接着剤でつけないと、メッキがしてあるからね、つかないんですよ。だからデコプリンセス等のこういったね、溶着するわけじゃない接着剤でつけましょう。おい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 、うまくはまんねえじゃねえか。再びここに来て不死身トラップか。おいおい、マジかい。でデコプリンセスの場合はね、ご存知、後からでも取れるんでね。なんで入んないの。なんとかなった。でちょっとね、汚れたところを綿棒でこうこすってあげると取れるんでね。
これも一度愛だけ見ておきますか。もう片方やっぱりちょっとって感じだな。ほんのちょっとのことなんだけどね。いやーでもまあなんとかなんとか形にはなったって感じだな。まあ、形になっただけよしとしますか。鍋さんの本当に苦手な F1 はヒーヒーって、まあ、ちょっとね最後完成したレビューをねお立ち台はもちろん見ていただけたらと思うんですけれど、ちょっとこう完成してから喋る時間があんまり多分取れないと思うので今のうちにいろいろちょっと話しておこうかなと思うんですけど、まあ、決してね不死身のキットが悪いわけじゃなくて鍋さんのね腕が悪いのでやっぱ慣れてないっていうのでね、ね、もちろん結構これでねしっかりと本当に作られている方たくさんいらっしゃるんで、もうただただただ鍋さんの作り方が悪いよというだけなのでね、不慣れすぎて。でまたね不死身の場合だとねこう結構いいねヒット出してくるんですよね。いいなんていうのかな、その欲しかったF1 マシーンみたいなね結構出してくるんで、やっぱりそういった面ではねなかなかいいんではないかと。くっついた、 OK、もうちょっとね鍋さんがねうまく作れればもっといい感じになったのかもしれないですけどね。申し訳ないね、藤見さんが悪いんじゃない、組み立てる側が悪いんだ、鍋さんが悪い。やばいな、いいか、大丈夫か、こうミラーがさだんだん垂れてくるんだよ、しっかり固まる前だと。まだ速乾だからね固まりやすいからいいんだけど、よしという感じですね。まあ本当まだねエンジンとかそういった内臓がねないだけ結構作りやすいのかなっていうふうには。これちゃんとはまってないじゃんか、だけねまだいいんだけど、結構これで中にエンジンとかあったりするとまたちょっとさらにレベルが上がるんじゃないかな。 F1 が好きな人はねやっぱりちゃんとねそういったものも月のやつを買われた方がいいのかなと思いますけど、今回ねこのキットの場合ですとヘルメットがついてたっていうのもね嬉しいポイントではあったかなっていう気がしますね。え、もしかしてここも穴開けるんだったの、なんてこと、なんてこと、本当はここ穴開けるんだ。あのね説明書はね本当によく見た方がいいと思う、鍋さんみたいにならないように。あ、穴じゃない、ちゃんと段があったんだ。ちょっとダメだ、目が見えてねえな、メタリックだから余計に見えづらい。これまっすぐついてるよね、まっすぐついてるね、よいしょ、で、アンテナ落ちた。あとね、まあ、今回やらなかったんだけど、こういったねアンテナとかってピアノ線をね入れるとねすごくリアルでいい感じになりますよ。
ただこのアンテナ一つだけ、一つっていうかアンテナだけでも本当ピアノ線でやるっていうだけで一気にこうグッとねリアルな感じになるんでおすすめですね、それでやった方が。鍋さんじゃあやれよっていう話なんだけどね、ピアノ線探さないといけないんだよ。あるにはあるんだけどどっかにあるんだよ多分。今まで作ったやつのあまりを、ね、入れてるボックスの中にねある程度そういうものを分けて入れてあるんだよね。横から縦から見たらすっげえ曲がってんじゃん。よし、 OK、 できた。ついに完成しました。はあ、できたよ。時間かかったけど取り出しとかしなかったからだいぶ早いな。よし、できました。ついに完成でございます。ではね、早速お立ち台で見てもらう。うわ、もう最悪、新たな問題を見つけてしまった。フロントのウィングは取れかけてる。なのでね、結構ねエンジンがないっていうだけでもだいぶ作りやすいキットではあると思うんですけれど、まあ鍋さんみたいに慣れ不慣れはねあると思うんで、ただ本当にね、鍋さんの場合マジで F1 苦手だから、好きなんだけど苦手だから、まあこれからもねたまにはチャレンジして、だから F1 作るにも何でもそうなんだけどカーモデルの場合は特にタミヤから始められた方がいいんじゃないかなって。でそこで作り慣れてきてもうだいぶ何台も作ってきていいなと思ったらね、こうやって富士見とか長谷川出してたか忘れたけど、長谷川もねあればそちらの方に行ってもいいんじゃないのかなと思います。まずね慣れるっていうのがね大事なんじゃないかなって思いますよ。まあ道具と一緒でねプラモも慣れっていうのがね必要になってくると思いますんでね。よし、ということで今回は富士見の小林カムイがですね、スペインだったっけ、うん、グランプリで乗ったやつですね、ザウバー C31 結構おすすめで、おすすめじゃないおすすめじゃない、ね、鍋さんこんだけねもたもたしといて何がおすすめだって言われちゃうね。まあ慣れてきたらねチャレンジしてもいいんじゃないのかなと思います。で F1 のキットってね結構やっぱり見つけた時に買っておかないとなくなるっていうことがねよくあるんでね。で特にねまたスポンサーがどうのこうのとかねあったり、まあ、つい最近もねスポンサーが消えちゃったところもねあったりしたんで、廃業みたいな感じでね、そういったのがもあるんでちょっと気をつけて見つけてどうしてもっていうやつは買っておいた方が何かと、ね、安心なんじゃないかなと思います。では早速ですねお立ち台に載せて数枚写真も載せてさせてもらって、鍋さんのアラがねしっかり見えるように撮影しますので見ていただけたらと思います。何度も言いますけど相当苦手なので、まあちょっとね本当これはひどいです、すいません。ちゃんとした人が作ればもっと綺麗に仕上がると思います。よし、ではまた。